同期も頑張ってるし、先輩方ももちろん尊敬できる方々ばっかりなので、坂本はなぁ、ちょっと気をつけなきゃなと思いますね、いろんなところって思ったんですけど。で、坂本、マリン先輩の配信で煽られすぎじゃないですか。ねえ、ちょっと、マリー先輩さ、めちゃくちゃやってるよな。皆さん、マリー先輩の配信見てますか？まあ、見てる方多いと思うんですけど、一応説明としてね、マリー先輩がスマブラかなんかをやってる時に、なんか坂本のね、真似をするんですよ。それがね、誇張されすぎた坂本クロエなんですよ。あのね、まあ、具体的にどういうことかっていうと、あの、船長がね、対戦相手にやられそうになった時に、あ、やだやだやだ、坂本やだ、これが坂本でもそんなことするんですか、やだやだやだって言うんですよ。メスに襲われる。あ、やだ、やだ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 。ちょ、おい、こっちとら坂本クロエなんだが、坂本にも同じことできんのか。やだやだやだ、おいと、誇張しすぎだろと、そこまでやってねえよって、そこまでじゃない、やだ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 ぐらいだろうが、誇張しすぎだろって。まあ似てる。似てるじゃないんだよ。やだやだやだとか言ったんだ。おーおいおい、バカにしてんなーって、よくないっすよ、新手の新人潰し。ほんとにね、ことあるごとにクロエの名前出して、バニーのクロエありがとうございました。ほんとにめちゃくちゃ嬉しかったよ。待ち受けにしちゃってるよ今。舞い上がっちゃってるよ、ほんとにありがとうございました、その件はね。でもでも許しません、坂本は。じゃないんですよ、マイメルちゃんじゃん、一歩間違えたな。坂本の真似するヘッタクソなマイメルちゃんなんだけどね、え、全然違うかな。しかもね、センチュー言ってたんですよ、なんか、なになに、もうやめろ、二度とやるな。いや、分かった、じゃあセンチューが、じゃあ坂本クロエにも宝生マリンの真似をしていい権利を特別にあげるわ。それならどう。いらない、いらない、全然いらない、いらないよ、なんでもらわなきゃいけないって。船長の真似してどうするんですか、それ。ちょっと真似してみるか。できるかな。あはーい。高い。あはーい、ホルライブ3期生の宝生海賊団の船長、宝生マリンです。あはーい、あはーい、坂本マリンです、よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとね、あの、思うんですけど、船長の声真似は、あの、坂本の、ナウでヤングな声帯には、ちょっと無理がある。うん。さすがにね、無理があった。坂本は、やっぱり、あの、若い女の声帯をしてるので、あの、船長のことを真似しようとすると、さすがに喉がきつい。うん。それはね、船長も思ったね。なんなんだ、これ。なんなんだよこれ、なんで遠隔でコラボしなきゃいけないんだよ。なんでモノマネ対決してんだよ、おかしいだろって。いや本当にね、あの、マリン先輩が優しいからこそできるプロレスですからね、これは。あの、本当にね、思ってるわけじゃないですよ、皆さん勘違いしないでくださいね。はい、ワンツーピア、ああ、ちょっと疲れた、息切れしてきた、息切れしてきたんだが、マリンの、マリンの腰の部分が出てる今、やばい、アキレス腱切れそう、よこしょよこしょ、いやー、もうご老体に鞭打ってんだよこちとら、このピカチュウ、あーっとー